ソユーズ、プログレスと国際宇宙ステーションロシアの宇宙開発ではロシア連邦による宇宙開発について述べる。現在のロシアはその前身でもあるソビエト連邦の宇宙開発の遺産を多く報じしている。ソビエト連邦時代は人類初の人工衛星打ち上げや有人宇宙飛行を成功させ有人月面着陸を除き東西冷戦で対立するアメリカ合衆国の 宇宙開発と並ぶ経験を持っていた。ソビエト連邦の崩壊後すぐに、アメリカと共同で宇宙ステーションミールを利用するシャトルミール計画、日曜化を含めた国際宇宙ステーションの共同利用などが行われた。アメリカのスペースシャトルが引退した2011年以降は、ISS への有人輸送はロシアが一手に引き受けたが、2020年のドラゴン2で独占は崩れた。 米国と共同でインターナショナルローンチサービスを持つほかエネルギア等も存在する。ミールでは商用宇宙旅行に近いレベルの宇宙費一方でソビエト連邦の崩壊によって資金調達などに大きな打撃を受けており予算が以前よりも少ない状態から宇宙計画を再構築せざるを得なかった。また一部システムや 部品製造はウクライナなど独立した他の旧ソ連諸国に持って行かれてしまい、それらの調達に困難が伴うこともあった。2021年時点、ロシアの宇宙利用は国営企業ロスコスモスと軍事面ではロシア航空宇宙軍及びロシア戦略ロケット軍が担う。ロシア連邦大統領ウラジミール・プーチンは宇宙大国の地位を守らねばならないと表明しているが、 予算の制約などで2020年の宇宙ロケット打ち上げ回数は17回と米国や中華人民共和国より少ない。このため月探査基地建設への協力で覚書を結ぶなど中国の宇宙開発、アトランティスと見えるロシア連邦はソ連の中核であったロシアソビエト連邦社会主義共和国を中心に生まれた国家である。ソ連崩壊によって 旧ソ連諸国は混乱しており、ロシアの経済は大きく沈行していた。この煽りは、ロシアの宇宙開発費にも直撃した。これによって、ブラン計画など多くの宇宙開発が中止となった。また、クルスなど一部技術はソ連構成国だった、ウクライナのものとなり、バイコネウル宇宙基地はカザフスタン領になった。このため、ウクライナがクルスの値段を釣り上げることが可能になり、 バイコヌールには代謝量が発生するようになった。これはロシア固有の自動ドッキングシステムの喪失であり、後に開発中であったトルによるミールでの事故にも関わっている。予算的にミールの独力での維持ができなかったため、大型宇宙ステーション計画の進むアメリカと共同でシャトルミール計画を行った。これはアメリカから宇宙開発費を手に入れる大きな手段となったが、 アメリカではロシアに資金を流しているだけという批判が大きく1998年までで終了した。また、ミール域の宇宙旅行がアメリカのミールコープで行われる予定であったが、ミールは後期が決定し、2001年3月23日、新宇宙ステーション計画があったもののこれも予算からは厳しく、ミールにように開発したモジュールを利用して多国間共同で、 開発の進む ISS へ参加することになった。1998年11月20日に、そのはじめとしてザーリャが打ち上げられ、ミール2のコアモジュールとなる予定であったズベズダも2000年7月12日に打ち上げられた。ISS ではミールから使われているアンドロジナスドッキング機構がプログレスでの輸送に使われた。宇宙探査ではロシアとして 初の火星探査計画マルス96があったものの、これは打ち上げに失敗した。賃貸していた経済が好転を始めると、豊富な化石燃料販売の利順を元手に予算と宇宙計画も立て直された。欧州と共同実験を行ったり、また世界の民間企業や新興宇宙開発国の小型衛星の打ち上げ受託なども非常に多く行ったりしており、 年間に約30機程度ロケットを打ち上げた時期もあった。ガガーリン宇宙飛行士訓練センターでは ISS に向かう宇宙旅行客向きに訓練などを行った。2008年当時首相であったウラジーミル・プーチンは新宇宙戦略を発表し今後の宇宙開発に積極的に取り組む姿勢を見せた。また世界の商業的分野により進出することを目標とした。 極東ロシアでのボストチヌ宇宙基地の建設は、ソ連崩壊後カザフスタンから借りていたバイコヌール宇宙基地への依存度を下げるとともに、極東方面の開発強化を狙う方針と合致している。新型宇宙船計画として、クリーペルのような再使用型の宇宙船が検討されたが、現在ではこれは中止となっている。アンガラロケット2011年の金融危機から始まった 世界不況の煽りを受け、ロシアの宇宙開発用の予算は減点しており、計画の進行は予定よりも遅れている。このような中、韓国が開発する新型ロケットラローの一段目は、ロシアのアンガラのものであり、これは他国の資金を取り入れながら、自国のロケット開発を行おうという姿勢が見える。2011年にはロケット打ち上げ失敗が多く、発生し、ISS が 無人になる可能性すらあった。中国のホタルビ1号を乗せていたほぼボスグルントも打ち上げに失敗し2012年初頭に地球へ落下している。その他では、ロシア独自の衛星測位システムグラネスの再構築を行っており、2011年に定数に達し全世界で利用可能となり、さらに2012年以降も打ち上げを続ける予定である。 トラブルが相次ぐ宇宙産業の立て直しを図るため、ロシア政府は組織の再編を進めており、2014年にはロシアの民間宇宙企業を統合する形で、国営企業統一ロケット宇宙会社が2016年1月にはさらにロシア連邦宇宙局も統合した国営ロスコスモス社が発足した。2015年までには以下のような目標が存在する。 なお、ロシアの宇宙庁長官は、有人計画編長から実利重視への変更を発表している。宇宙開発費としては2011年には1150億ルーブルが計上されており、軍事目的でも多くの支出が行われていると考えられる。2016年時点、主要企業は多くを経て、国営企業ロスコスモスへと統合されている。開発傾向は、 ソビエトのものを引き継ぎながら新しいものに更新することが目的になっている。またソ連崩壊後にウクライナで生産されていたもののロシアでの国産化も課題となっている。トーポリロシアのロケットの開発は独ソ戦で勝利したナチスドイツから接収した部位にロケットとその技術、人材で大きく進歩した。その技術は世界初の大陸間弾道ミサイルとなった。 R-7 系統を経て、現在のソユーズロケットにも連なるものであり、同様のミサイル技術は、東欧諸国や中国などにも流れた。現在では、後継となる R-27 や、スカッドミサイル、トーポリとしてよく、知られる、RT-2PM や RT-2PM2 などがあり、潜水艦発射弾道ミサイル R-30 が、開発中である。また、 短距離ミサイルに QK720 等が存在する。これらの軍事技術の一部はロスオボロンエクスポルト社を通じて輸出も行われているとみられる。偵察衛星はソビエト崩壊後の経済事情からソ連時代に比べ衰えていた。ソ連時代から継続して地上でフィルム回収を行う方式のヤンターリが使われており2015年まで 改良型のヤンターリ 4K2M が運用されていた。遠隔通信式の偵察衛星としては2008年にペルソナが打ち上げられ、現状3機が打ち上げられたと見られている。防需要衛星にはリアーナが存在するが、こちらも経済事情から構築は遅延しており、2015年12月現在は3機に止まっている。早期形海衛星系としては X を構築する予定であり、 2015年11月に1号機が、2017年5月に2号機が打ち上げられ、偵察力の回復が図られている。ミサイル防衛では、弾道弾迎撃ミサイル制限条約に基づいた開発を行ってきた。迎撃用として S-300、S-400 が存在し、ABM 条約で決められた、範囲以外の弾道弾迎撃能力を保有しており、 極東への配備の計画も存在する。また、新型の S-500 の開発も行っている。一方、アメリカの弾道弾迎撃ミサイルの欧州配備には反対しており、その後アメリカは東欧での m d 配備の見直しを検討している。ソユーズとマ -05M の打ち上げ、国際宇宙ステーション計画に参加する国の一つであり、現在はロシアのソユーズが 人員輸送できる唯一の宇宙機になっている。また、プログレス補給船は毎年4機以上が打ち上げられており、ISS の物資を満たすに必要不可欠な存在となっている。ロケット打ち上げにおいては、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地が重要な役割を果たしており、宇宙基地自体が両国の友好に役立つものとなっている。また、フランス領ギアナでは、 そういう打ち上げのための車上を建設しており、2011年から利用が開始された。また、クロナスの利用では、インドとの協力に期待が持たれている。インドの宇宙開発も参照。ありがとうございます。